ようこそゆっくり鉄道博物館へ。今回は直通運転が廃止された路線を紹介していくぜ。直通運転ってかなり便利なのに、それが廃止されちゃうのはちょっと残念だわ。確かに乗客からしたら直通運転のおかげで、乗り換えなしで行くことができる範囲が一気に拡大するよな。会社をまたぐ場合は乗り換えがかなり面倒な場合もあるから、煩わしい乗り換えが不要なのはかなり魅力的だよね。ただ、需要がなくなったり鉄道会社の方針転換などで直通運転が廃止されてしまった事例もあるんだぜ。それじゃあ早速見ていこうぜ。まず最初は JR 東日本の中央線快速と八高線の直通運転だぜ。2022年3月までは中央線快速の東京駅と八高線の箱根ヶ崎駅や駒川駅まで直通運転が行われていたんだ。つい最近廃止されたばかりなんだね。この直通運転は主に朝夕のラッシュ時に実施され、東京、駒川間を結ぶ列車が3往復のほか、平日限定で東京、箱根ヶ崎間を結ぶ列車が1往復設定されていたんだぜ。ちなみにこの直通運転を行う列車はどれも4両編成だったんだ。八高線内はまだしも、中央線で4両はちょっと車両が足りないんじゃないかしら？もちろん4両だと足りないから、途中の拝島駅で五日市線直通列車6両を連結または切り離しを行っているんだぜ。そういうことね。さて、この列車は八高線の八王子、駒川間が電化開業した際に設定された列車で、1996年3月から運転が開始されたんだ。その後、四半世紀にわたって、都心と埼玉南西部を結ぶ列車として活躍してきたんだけど、さっきも言ったように2022年3月をもって廃止されてしまったんだぜ。どうして廃止されてしまったのかしら？その理由は、2022年3月のダイヤ改正で、八王子、駒川間の八高線と、駒川から直通する川越線の駒川、川越間で、ワンマン運転が開始されたからなんだ。ワンマン運転が廃止とどう関係するのよ？ JR 東日本は利用状況を踏まえて、人件費の削減等を目的に八高川越線を終日ワンマン運転に切り替えたんだ。コロナ禍で色々と大変だしね。車掌が乗務しないワンマン運転を行うには、ワンマン運転に対応した車両が必要となるんだ。しかし、中央線と八高線の直通運転で使用されていた E233 系0番台はワンマン運転に対応してないから、車掌が乗務するツーマン運転じゃないと運行できないんだぜ。だから、八高線内に乗り入れる場合は車掌を手配しなきゃいけないんだけど、それにはかなりの手間がかかってしまうから、終日ワンマン化に合わせて直通運転を廃止させたんだ。車掌の手配とか乗客にはあまり見えないかもしれないけど、かなり重要な問題だものね。ちなみに、このダイヤ改正で、八高線と連結していた五日市線の直通列車も廃止されているんだけど、五日市線の場合は、土休日のみ運行されるホリデー快速秋川が、中央線との直通運転を継続したんだ。五日市線と中央線の直通列車は、なんとか残ったんだね。しかし、そのホリデー快速秋川も、2023年3月のダイヤ改正で残念ながら、運転取りやめが決定しているんだぜ。あらら。この2年で中央線を取り巻く環境がかなり変わってしまったのね。続いても JR 東日本から横浜線と相模線の直通運転だぜ。東神奈川、八王子間を結ぶ横浜線と茅ヶ崎、橋本間を結ぶ相模線では、橋本駅から直通する形で朝夕のラッシュ時に茅ヶ崎、八王子間を結ぶ列車が設定されていたんだ。橋本、八王子間ってそんなに長くはないけど、かゆいところに手が届くって感じの直通運転だね。相模線ユーザーからすれば、西東京の要所である八王子駅まで乗り換えなしで行けるのはかなり便利だろうし、逆に八王子側から相模線沿線に向かう場合も直通運転はかなりありがたかったはずだぜ。しかし、この直通運転も2022年3月をもって廃止されているんだ。さっきの中央線と八高線のケースと同じタイミングってことは、もしかしてこれもワンマン運転が廃止の理由なの？感が鋭いな。ただ、この直通運転の場合は他にも理由があるんだ。他の理由？この直通運転は4両編成の相模線が、8両編成で運行される横浜線の橋本、八王子間にラッシュの時間帯にそのまま乗り入れるんだ。それじゃあ絶対車両が足りないって。一応、この区間は横浜線内でも利用客が少ない区間なんだけど、それでも中央線や八高線との乗り換え駅の八王子駅や、相模線と京王相模原線との乗り換え駅の橋本駅を両端に据えているから、ラッシュ時は多くの乗客で溢れ返っているんだぜ。そんな中で通常の半分しかない4両編成が走ったら、どうなるかなんて日を見るより明らかよ。
他にも横浜線の利用者が年々増加しており、相模線と直通運転する列車が運行することによって、横浜線の列車間隔が空いてしまうのも理由の一つなんだ。横浜側に近いユーザーからしたら、八王子側の事情なんて知らないよね。さて、この直通運転廃止によって、2021年11月に相模線の新型車両として約30年ぶりにデビューした E131系500番台の八王子直通が見納めとなってしまったんだぜ。たったの4ヶ月しか設定されていなかったってこと？そういうことだぜ。しかも、この車両は停車駅を液晶式の車内案内表示器で表示するんだけど、相模線内は青色だった表示が横浜線内では緑色に変わるという、かなり丁寧な作りだったんだ。そんな車内表示も4ヶ月で見納めとなってしまったんだぜ。せっかくなら1年くらいは横浜線に直通して活躍する姿を見てみたかったわね。続いても JR 東日本から横浜線根岸線と横須賀線の直通運転だぜ。またしても横浜線なのね。横浜線は東神奈川駅から横浜駅を経由し、根岸線に直通して主に桜木町駅まで運行しているけど、昔は根岸線の大船駅からさらに横須賀線に直通運転していたんだ。ちなみに横須賀線と聞いたら、東京駅から品川駅、武蔵小杉駅、大船駅を経由して栗浜駅まで行く路線のことをイメージするけど、実際は大船、栗浜間が横須賀線の正式な路線で、東京、大船間はあくまで東海道本線なんだぜ。そうだったのね。そんな横須賀線は1889年に大船、横須賀間が開業した意外と歴史のある路線で、栗浜駅までの全面開業は1944年のことなんだ。そしてかつてこの横須賀線にある逗子駅へ、横浜線根岸線から直通運転する列車が運行されていたんだぜ。どのくらい前の話なのかしら？この列車が新設されたのは1998年5月のことで、土休日のみの運行だったんだけど、横浜線内快速各駅停車の列車が合わせて2往復設定されたんだ。特に快速列車は八王子、逗子間の約75キロを1時間35分で結んでいたんだぜ。全区間乗り通すにはちょうどいいくらいの時間かも。しかし、この直通運転列車もやがて廃止されてしまったんだ。どうして廃止されてしまったのかしら？廃止のきっかけとなったのが2001年に開業した湘南新宿ラインなんだ。2001年以降、横須賀線の逗子駅には湘南新宿ラインが乗り入れるようになり、都内の巨大ターミナル駅である新宿駅を経由して宇都宮線の宇都宮駅までの直通運転が始まったんだぜ。湘南新宿ラインって今も多くの乗客を乗せて活躍しているよね。そんな湘南新宿ラインが相手だと、横浜線根岸線経由の列車はかなり分が悪かったんだ。というのも、湘南新宿ラインも横浜駅や大船駅に停車するから、横浜線根岸線とバッティングするんだけど、終日運行する湘南新宿ラインは圧倒的に本数が多い上に、横浜、大船間は根岸線経由の列車よりも湘南新宿ラインの方が所要時間も短いからな。わざわざ時間がかかるルートを選ばないよね。だから、2007年3月のダイヤ改正で、まず各駅停車が廃止され、翌2008年3月のダイヤ改正で湘南新宿ラインの増発に伴って、快速もすべて廃止されてしまったんだぜ。たったの10年間しか直通運転は実施されなかったのね。さて続いては北総鉄道の北総線と新京成電鉄の新京成線の直通運転だぜ。今度は別々の会社間での直通運転なのね。この直通運転について紹介するには、北総線の経歴について触れておく必要があるんだ。東京都葛飾区の京成高砂駅から千葉県印西市の印旛日本医大駅までを結ぶ北総線は、千葉ニュータウンの造成計画が立ち上がった1972年に建設計画が浮上し、1974年に着工したんだぜ。このチャンネルではよく千葉ニュータウンについて触れるよね。そうだな。建設工事を船橋市小室地区から始めたものの、他の動画も見ている人なら多分わかるかもしれないけど、用地買収の難航やニュータウンへの移住者が当初の予想より少なかったことから、計画変更の煽りを受け工事が滞ってしまったんだ。それでも1979年3月には、新京成線の駅でもある北初富駅を起点に小室駅までの区間が開業しているんだぜ。今の北総線で考えたら、端からじゃなくて真ん中から開業したのね。そして開業時から北総線は、千葉県松戸市の松戸駅と同県習志野市の京成津田沼駅を結ぶ、新京成線との直通運転を開始し、北総線の列車は松戸、小室間を往復したんだ。開業時から直通運転が始まったんだ。この時、当時は地上区間にあった新京成線から、全線高架の北総線につなげるためのアプローチ線が設けられたほか、
当時はまだ現在の両線の乗り換え駅である新鎌ヶ谷駅は開業しておらず、アプローチ線付近にあった後の新鎌ヶ谷駅にあたる地点は、信号所として整備されたんだぜ。その後、1984年には小室、千葉ニュータウン中央間が延伸開業。両線の直通範囲は最大で松戸、千葉ニュータウン中央間となったんだ。千葉ニュータウンまで線路が繋がったけど、この感じだとまだ今みたいに京成線との直通運転は始まってなさそうね。その通りだぜ。だから当時千葉ニュータウンから都心に出るには北総線から新京成線を経由して松戸まで行き、松戸から常磐線に乗り換える必要があったんだ。一本で都心まで行けないのはかなり不便よ。しかもその上、ただでさえ混んでいる常磐線に乗り換える必要があるから、常磐線の混雑により拍車をかけてしまったんだぜ。そんな路線は正直あまり乗りたくないわね。ただ北総線は本来の計画だと京成高砂駅から千葉ニュータウンを結ぶ路線であり、京成高砂駅から京成線を経由して都営地下鉄浅草線に直通し都心まで結ぶ予定だったんだ。さらにこの千葉ニュータウンを通って成田空港へのアクセス鉄道としての計画も立ち上がったんだぜ。今みたいな形だね。この計画に基づいて北総線の都心方面への工事が始まると、1991年3月には新鎌ヶ谷駅の開業とともに京成高砂新鎌ヶ谷間も延伸開業。それと同時に北総線は京成線や都営浅草線、さらにはその先の京急線との直通運転を開始しているんだぜ。やっとわざわざ松戸まで行かなくても都心まで一本で行けるようになったね。その後も新京成線の新鎌ヶ谷駅が開業する1992年7月まで北総線は新京成線との直通運転を行っていたんだ。そして新京成線の新鎌ヶ谷駅が開業したタイミングで両線を連絡するアプローチ線が廃止され、直通運転が廃止されたんだぜ。ところでどうして両線の直通運転は廃止されてしまったのかしら？その理由は単純だぜ。というのも、北総線建設当初から新京成線との直通運転は一定期間だけと決まっていたからな。つまり最初からいずれ廃止されることが決まっていた直通運転だったんだぜ。そうだったの？簡単に解説すると、千葉ニュータウンと東京都心を結ぶ路線として北総線の建設が始まったものの、路線の建設に遅れが生じたため都心まで線路がつながるのに長年を要することが予見されたんだ。そのため都心とつながるまでは新京成線に直通し松戸まで行き、そして松戸から都心につながる常磐線に乗り換えさせようとした結果がこの直通運転だったってことだぜ。そんな暫定的な措置が13年間に及んで行われていたのね。ちなみに両線の乗り換え駅となった新鎌ヶ谷駅には1999年に東武野田線の駅も開業し、今では3社が乗り入れる一大ターミナル駅となっているんだ。続いては東京メトロ日比谷線と東急東横線の直通運転だぜ。都心によくある地下鉄と私鉄の直通運転だね。両線の直通運転は営団地下鉄時代の1957年にはすでに計画が上がっていたんだ。かなり前から話があったんだ。渋谷駅を起点とする営団銀座線は6両編成で年々増え続ける輸送量に対応できなかったんだ。そんな中浮上した日比谷線と東急東横線の直通運転の目的は、東急東横線から渋谷駅で銀座線に乗り換える需要を、中目黒駅で地下鉄に乗り換えまたは直通運転を行うことで、渋谷駅や銀座線の混雑を緩和させることだったんだぜ。渋谷駅に集中する乗客を分散させようとしたってことか。そういうことだぜ。また、北方向の直通先である東武伊勢崎線方面の今後の人口増加を見込み、日比谷線は北千住、中目黒間を結ぶ路線として、北千住駅で東武伊勢崎線と中目黒駅で東急東横線との直通運転を行う協定を締結したんだ。ふむふむ、日比谷線の直通運転については、まず東武伊勢崎線と1962年5月に、北千住、南千住間開通とともに北越谷駅までの相互直通運転を開始、その後、1964年の東京オリンピックに間に合わせるように、日比谷線は順次都心部へ路線を延伸し、1964年8月に、東銀座、霞ヶ関間が開業したことで全線開業となったタイミングで、東急東横線との直通運転も開始されて、日吉駅まで直通するようになったんだぜ。地下鉄と私鉄の直通運転って、1964年の東京オリンピックの前にはすでにあったんだね。かなり歴史があるじゃない。そんな日比谷線は曲線半径がきつい箇所があるため、在来線では一般的な20メートル級ではなく18メートル級の車両が用いられ、宅地造成が進んでいた東急側からは需要を考えて8両で乗り入れできるよう建設されていたんだけど、
乗り入れを開始してから東武側の利用客が予想以上に増加したんだ。嬉しい悲鳴。当時の東武伊勢崎線方面から東京都心へ向かう場合、北千住駅で常磐線に乗り換える方法や浅草駅で銀座線に乗り換えていくところを、直通で都心まで一本で行けるだけあって、沿線の宅地開発が進んだからなんだぜ。誰だって便利な方を選ぶよね。利用客増加により東武側の乗り入れ範囲は、北春日部駅東武動物公園駅とどんどん北上していったんだけど、その反面東急東横線からの直通列車利用客は思うように伸びなかったんだ。その後、1988年以降日吉駅の改良工事に伴い、日吉駅の引き上げ線の使用が制限されるため、東横線と日比谷線の直線列車は菊名駅まで延長したんだぜ。20年以上経って、やっと東急側の範囲も広がったのね。その後も3社で直通運転を行っていたんだけど、営団時代は東急の車両の直通列車は北千住駅まで、東武の車両の直通列車は中目黒駅までしか運行していなかったんだ。あら、意外だわ。3社直通列車が設定されたのは東京メトロになってからのことで、菊名駅から日比谷線経由で東武動物公園駅まで直通運転区間の端から端までを東京メトロの車両で運転したこともあったんだぜ。その後、2013年に東急東横線が東京メトロ副都心線と東武東上線西武池袋線との直通運転を開始したのに伴い、東急東横線の線路容量が限界を超えてしまうのと、短い18メートル級の8両では輸送力が不足すること、さらには20メートル級の車両も行き交う東急東横線にホームドアを設置するため、日比谷線と東急東横線との直通運転はこのタイミングで廃止されたんだぜ。ちなみにこの直通運転廃止は、地下鉄と私鉄の間で行われていた直通運転として初めて廃止となったケースなんだ。あまり聞いたことがないケースだな、って思ったけど、まさか初めてのケースだとは。さて次は、信楽高原鉄道信楽線と JR 西日本の草津線との直通運転だぜ。信楽線は、滋賀県甲賀市の木生川駅から信楽駅まで、国鉄信楽線だった路線を JR 西日本が引き継ぎ、その後第三セクターに転換した路線で、狸の置物に代表される陶磁器の町信楽を結ぶ路線として知られているんだ。いろんな店の軒先でよく見かけるあの置物か。全長 14.7 キロの路線の大半を占める木生川、信楽宮司間の区間は峠越えの区間で、その駅間は 9.6 キロもあるんだぜ。それじゃあ、ほとんどが木生川、信楽宮司間ってことじゃん。そういうことだぜ。そんな信楽線は、過去には国鉄時代に、草津線を経由して京都駅や草津駅からの直通列車があったんだけど、JR に移行し信楽高原鉄道に転換後は直通列車は存在しなかったんだ。しかし、1991年に信楽で、世界陶芸祭セラミックワールド信楽91が開催されることになり、その来場者輸送を信楽線が担うことになったんだぜ。お祭りの輸送ってかなり大規模なものになりそうだわ。霊夢の言う通り、大規模な輸送に備えて列車本数が大幅に増えることになったんだ。そのため、1990年に滋賀県が信楽高原鉄道と JR 西日本に輸送の協力を要請したんだぜ。これに応える形で全線単線の信楽線は木部川、信楽宮司間に小野田信号場を開設して列車本数を増やす体制を整えたんだ。長い駅間でも交換できるようにしたのね。そういうことだぜ。そして、JR 西日本と信楽高原鉄道とで協議を行い、この世界陶芸祭の期間中に大阪京都方面から直通の臨時列車を運転することが決まったんだぜ。世界陶芸祭が始まると、開始から好評を博し、当初の予想よりも上回る来場があったんだ。そのため、どの列車も大混雑していたんだぜ。信楽線としてはかなり嬉しいはずよ。しかし、1991年5月14日、信楽線の小野谷信号場、信楽宮司駅間で、木部川駅の普通列車と JR からの信楽行き臨時列車との正面衝突事故が発生してしまい、死者42名というかなりの大惨事となってしまったんだ。あらら。そしてこの事故では、直通運転に関わるルールが守られていないことがクローズアップされたんだぜ。そうなの？直通運転を行う際は通常、関係する業者間で協定を締結するんだけど、業者間は協定を締結したものの、直通運転が一時的な期間だったから、かなりアバウトなものだったと言われているんだ。それじゃあまずいじゃん。例えば、乗務員は通常、直通列車である場合も、一部例外があるものの境界駅で交代するのが基本なんだけど、この直通運転では、信楽高原鉄道の乗務員が不足していたこともあって、信楽線内の臨時列車にも JR 西日本の乗務員が乗務していたんだぜ。ちゃんとルールは守らないと。
この事故は信号機の故障と大量閉塞の取り扱い誤りが最大の原因であるとも言われているんだけど、一時的な直通に備えて建設された線路施設や信号設備が突貫工事でその場しのぎだったためとも考えられているんだ。ちゃんとしたものを用意しないとダメだよ。この事故の影響で世界陶芸祭は会期途中で中止となってしまったんだぜ。地元にとってもかなり大きな痛手だよ。そして、信楽高原鉄道は事故後、JR 西日本との直通運転を一切やらなくなってしまったんだ。まさか痛ましい事故によって、直通運転が廃止されたケースもあったなんて予想外だったわ。ここまで見てきたけどどうだった？一言で直通運転の廃止といっても、その理由は千差万別なのね。この動画を見て、皆さんはどう思ったかな？印象に残ったこととか、コメント欄で教えてくれると嬉しいよ。このようにこのチャンネルでは、鉄道に関する話題を解説形式で分かりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録高評価が励みになります。また他にも取り扱ってもらいたいネタがありましたら、そちらもぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ今日はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。